松陽高校監督の、原口です。松陽高校では攻撃的にテンポのいいサッカーを目指して、日々練習に取り組んでいます。今年のチームは選手権が終わり、なかなか出場機会のなかった選手が多かったので大幅にメンバーが入れ替わりました。このウィンターリーグを通してタフなゲームを経験し、新しい年度に向かって4月から、高い目標を持ったゲームができるように、チャレンジしていきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。